闇の粛清組織と世間じゃ呼ばれてるらしいが、俺たちは漆黒のカムイだ。俺たちに法律など関係ない。地獄で悔い改めるんだな。俺は匠誠、札幌で小さな不動産屋を営んで、俺の信条は弱きを助け強きを保持か。腐りきった悪党どもから俺の愛する札幌の街を守るため日夜目を光らせている。